シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、妙ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル D ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得て、エースが捕らわれているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。誰一人逃がしはせん。エースさんはもう海の上。急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。行くぞ。分かった。俺は好きにやらせてもらうぜ。
る麦わらボーイ、バタ足についてきます。さこの監獄にはあるはずのない道が至る所にあってみるのよ。あの門の先はレベル4、なんとかしてここを突破するわよ、クロコボーイ。あなたならこんな門簡単に壊せるんじゃ。っていねえのかよ。あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して連れてくるのよ。なネズミども、この毒を喰らえ。極卒獣か、面倒なのが出てきやがった。囚人たちがレベル4に入ってくるぞ。毒を使いすぎた。腹が。囚人たちを解放すれば、国内はさらに大混乱。脱獄のチャンスも急上昇だ。はい、私の能力をもってすれば牢の鍵を作ることなどたやすいことだがね。あなたたちは立ち止まらずに進んで、私はこの先の状況を調べてくれ。今さ、私も行くわよ。マネマネの能力きっと役に立つわ。この辺りにあいつがいるはずだな。兵力を増やしとくのも悪くない。さあ、牢の鍵を開けたぞ。おお、俺たちは自由だ。
をつければいいかわからんが、責任問題だけは避ければ。逃がさんと言っているのがわからんか。覚醒したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。受けよ。あねえなら吹っ飛ばしていくぞ。笑わせんな。そう簡単にぶっ飛ばされては副所長は務まらぬわ。キャプテンバギー、こんだけ囚人どもが集まれ十分だ。サバに出てえやつ俺様に続け。おお、キャプテンバギー万歳。ここが地獄の大砦、ひとっつたりとも倒産ぞ。この先からレベル3に上がれそうじゃ。麦わらやってやる。おお、花が。俺は閉ざされた場所へ赴く。力がみなぎってきやがったぜ。俺はエースの命が大事だ。だからどけ。何が兄貴を助けるだ。社会のゴミがきれいごと抜かすな。立派に戦ってたぜ、おめえの兄貴はよ。俺たちの前にエースが現れなかったら、本来死んでたのはおめえだ、麦わら。だったら今やってみろよ。俺の波動の威力、思い知らせるぜ。エースは死なせねえ。想像以上に強いな。後で最高のショーを見せてやるからよ。先を急いで。
道は開けてるわよ。まだこの先いくつも門がある。力押しで突破できるかしらね。問題ナッティング。あっちが所長に化けて門を開けさせてみるわよ。おい、ワニ。麦わらやってやるぜ。おい、ワニ。麦わらやってやるぜ。バタ足がついてね。何かおかしい。現場に行って様子を見てこい。わかりました。
ダブルス。じゃない何？キャプテンバギー！押されてるガンダム！油断したか？一旦引くぞ。しもうと俺わしが一石奪ってくるんだ。麦わらやってやる。ダブルス。逃げるための足がねえとな。俺も行こう。あ、こんなとこに置いていくな。俺様も連れて行け。どうやら間に合ったブルね。
ここから出さんぞ。ここに牢の壁を作り、それでしばらく毒を防ぐんだがね。この毒は禁じて、クールダウンそのものを破壊しかねない。まだないのよ。ヘルドウィング。どうやら間に合ったブルね。イワちゃん逃げるぞ。あれやってくれ、ウィング。いいわよ、ヘル。行かせん。時間がない。あいつ置き去りにすんのかよ。まだ繋がっとる。ボンちゃん、おい聞こえてんのか。ボンちゃん、お前またなんでこんなことすんだよ。あん時みたいによ、一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスター2。ミスター2、おめえってやつは。ボンボーイ。ボンちゃん、ボンがもう縛る。俺たち行くよ。ありがとう。麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に、忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェボス。言葉はあるか。本もおかま畑でまた会おう。